はいオニメンタルクニボーです今日も民法元気に1台なんですけれどもその前にこいつ毎日毎日民法民法を言いがってお前の実力はどうなんだというお声をですね、えー、実際頂戴したわけではないんですけども毎日続けてるにあたってですね、あのー、ふと思っちゃったりもしてますなので、えー、その行政書士とか、まあ、宅剣とか私はまあ勉強もまだまだまだなんですけれどもその点数化という意味では今月下旬ぐらいにまた あそれぞれの過去問とか予想問題を解いて、えー、現状の点数をまたお伝えしたいと思いますので引き続きですね毎日民法はあ皆さんの良い気づきになればということで、えー、皆さん聞いてやっていただければ良いかなと思います。ということで気を取り直して1台です、はい今日お話しする話はあーテーマは、えー、組合契約です。組合契約ちなみに このお携帯六本ですかには載ってない範囲だと思いますので、まあ、そんなにメジャーでもないという,いうことですけども、重要ポイントだけパパッとチェックしてインプットしていただければいいかなと思います。組合契約です。はい。まずはイメージしてください。A さん、B さん、C さん、D さん、E さんの5人がいます。5人、全員で5人ですね。5人で組合。で、組合の中で業務執行者っていうのを決めまして、 ABC があそれぞれぞの業務執行者まあ一段階まあ上位クラスというか、まあ、業務を取り行えるものをさらに3人に、えーまあ、設定したということで一番はその業務の執行は何か執行するにあたって ABC3 人の合意をもってその業務を、えー、執行することができる。 まあ人の合意がいいるかかどううっていう問題ですね業務の執行に ABC の合意を持って業務を遂行できるかどうかはい2番目この組合の常務組合の常務ままたちょっとポジション違うんですけども組合の常務はこのまあ常務という名前がついてるがまあこの過半数をもってですね過半数の賛成をもってまあ 常務としてのポジションになることができるこれも丸か×かはい1番は業務の執行は ABC の合意がいるかどうか、まあ、全員の合意がいるか業務執行者ので2番は組合の常務は過半数の賛成が必要かはい答えいきます1番は×ですね 業務の執行は ABC だけじゃなく業務の執行は過半数の賛成をもって OK なのでこの場合は A と B の賛成とか B と C の賛成とか3人おれば2人以上過半数の賛成をもって業務の執行は行えるといったところですはいこの業務の執行は過半数がポイントはい2番目 常務は単独で行うことができる。単独で行うことができます。なんで、えー、こちらは過半数の賛成とかあ、そういうのは関係なくしてですね、まあ、常務っていう、まあ、上位クラスのポジションではあるんですけども、これも単独で行うことができる。ただし、この反対がない限りですね、えー、取り行うことができる。ということで、えー、今日は2つのポイントを覚えました。ということで、皆さん、明日も元気に。 明日7月10日はあ毎日配信、えー、何ヶ月目だ10ヶ月ぐらい、えー、継続ということで9ヶ月か、えー、また記念の配信をしたいと思います。